ペルセウスにメデューサーの首を見せつけられるポリュデクテイス。ウィリー・ポガニーが、ポリュデクテイスはギリシア神話に登場する人物である。長母音を省略してポリュデクテスとも表記される。セリホス等の王で、漁師、リクティウスと兄弟。マグネースのことされるが、ポセイドオーンとアミューモーネーの、コナウプリオスの子孫という説がある。ポリュデクテスはダナエに恋をしたが、 ペルセウスが成長するとダナエに近づけなくなった。そこで彼は、島の親しい人を集め、ヒッポダメイヤに求婚すると称し、贈り物として馬を寄付するよう呼びかけた。その一方で、ペルセウスにはゴルゴーンの首を持ってくるよう命じた。彼はペルセウスがいない間にダナエに乱暴しようとしたが、ダナエはリクティウスと共に祭壇に逃れた。 そのうちペルセウスがゴルゴーンを退治して戻ってきたが、彼はペルセウスがゴルゴーンを倒したことを信じなかった。そこでペルセウスは彼にゴルゴーンの首を見せて証明したが、その結果ポリューデクテースは石と化してしまった。ある説によると、ポリューデクテースはダナエと結婚し、ペルセウスをアテーナー神殿で育てたとされる。さらにその説では、アクリシオスが死んだのは、 ポリュデクテースの追悼協議会の時であったという。ありがとうございます。